ウルフ・フィント・アイゼンは、東ドイツ、カール・マルクスイコール・シュタット県、ツポー出身の元スキージャンプ選手。1980年代に、東ドイツ代表として活躍した。フィント・アイゼンは、ワンシャンドーフで父をコーチにスキージャンプを始め、13歳の、時キ・オーベル・ビーゼンタルの、スポーツクラブ SC トラクター・オバー・ビーゼンタルへ移り、イエンス・バイス・フロクラと共にトレーニングを積んだ。 1982年12月30日のオーベルストドルフでスキージャンプワールドカップにデビュー。ジャンプ週間では4戦いずれも30位以下と、振るわなかったが1月9日のハラコフで初の一桁順位となると、以降7位、4位と上位の成績を残した。また、東ドイツ選手権の90メートル級で優勝した。翌1983から1984。 シーズンも東ドイツ選手権の90メートル級で優勝。1984年、ノルディックスキー世界選手権では団体戦銀メダル獲得に貢献した。1986年1月19日、地元オーベルビーゼンタルでワールドカップ初優勝、総合17位となった。翌1986から1987シーズンは ベストシーズンとなりジャンプ週間では、第2戦ガルミッシュパルテンキルヒエンで3位となり、総合でも自己最高の3位。続いて、チェコスロバキアのストレブスケプレソでワールドカップ通算2勝目を挙げた。さらに1987年、ノルディックスキー世界選手権にも出場。ここでは70メートル級25位、90メートル級27位とあまり目立たなかったが、 ワールドカップのシーズン総合では自己最高の12位となった。1990年に現役を引退した後は、故郷ツポーのスキークラブ SV ツポーでジュニアの指導にあたり、現在は同クラブの会長も務めている。ありがとうございます。